この間の動画で勉強したばっかりなのに、なんだ汚い手でおやつを食べてるぜ。あ、ちょっと面倒くさかっただけだよ。そんなクモリンは俺たちの仲間入りだな。あれ、さっきからクモリンがいないな。みんなどこ行っちゃったか知ってる？この声はクモリン？ってあれ？女の子がおやつ食べてるだけだ。ん？え？うわー！クモリンどうしたの？僕はもうクモリンではない！バイキンクモリンだぜ！バイキン？この女の子は手を洗っていないんだぜ！クズくん！僕たちにとっては最高だぜ！クモリン、そんなキャラだったっけ？バイキン
そうだ。バイバイ。クモリン。お腹すいた。何か食べるものないかしら。つうくも、僕が料理を作ってあげるよ。サンさん。あ、サンさんばっかりずるい。つうくも、僕がサンさんよりもっと美味しい料理を作ってあげる。僕。クモリン。僕。クモリン。ちょっと二人とも、いきなり喧嘩しないで。二人ともそんなにお料理がしたいのね。そうだ、それならお料理対決はどうかしら。お料理対決？私がお題を決めるから、二人はそれぞれお料理するの。美味しかった方の勝ち。いいね。クモリン楽勝です。サンさんより美味しく作っちゃうもんね。なんだと？クモ、お題は何？そうね、そうだわ、料理はたこ焼き。ワクワクしてびっくりするようなたこ焼きが食べたいわ。わかった。よし、絶対に負けないぞ。クモリンだって。二人とも美味しいたこ焼きを作ってね。よし、クモリンより美味しく作るぞ。たこ焼き器準備よし。生地準備よし。ソース準備よし。これで美味しいたこ焼きを。あれ、たこがない。買い忘れちゃった。どうしよう。タコがないんじゃたこ焼きにならないよ。つくもとくもりんにびっくりされちゃう。あれ、びっくり。そうだ、タコじゃない具材でたこ焼きを作ったら面白いかも。何かタコの代わりになりそうなものはあった。ウインナーにチーズにトマト。これはちょっと無理かも。よし、これでたこ焼きを作ってみよう。具材は一口サイズに切って、たこ焼き器に油を塗ったら生地入ります。天かす入ります。ここにさっき切った具材を入れて、もう一度生地を入れたら、たこ焼きの呼吸1の型、たこ焼き回し、くるくるくる、おりゃおりゃ、シュババババババ、できた。きっととっても楽しいたこ焼きになってるはず。たこ焼き、たこ焼き、よし、たこ焼き作るぞ。あれ、たこ焼きってどうやって作るの？そういえば僕、たこ焼きの作り方知らないんだった。どうしよう。くもりん、どうしたの？お腹減ったからおやつ食べに来たな。クモリンは何してるの？たこ焼きが作りたいんだけど、何も思いつかないんだ。プリルだったらどんなたこ焼きが食べたい？甘くてふわふわでシュークリームみたいなたこ焼きかな。なるほど。え、それプリルの今日のおやつじゃん。えへへ。アイデアが浮かんだの？うん、プリル、ありがとう。甘いたこ焼き作ってみる。クモリン天才です。サンサンキッズのグッズ売ってるよ。下の概要欄見てね。二人ともたこ焼きはできたかしら。はい、まずはサンサンのたこ焼き。中にウインナーが入ってる。おいしい。こっちはトマト。チーズの味もする。たこ焼きなのにいろんな具が入ってるのね。サンさんのお楽しみたこ焼き、たこ以外にいろんな具材を入れたんだ。なにそれ、面白い。とってもワクワクするたこ焼きね。僕のたこ焼きの方が美味しかったでしょ。あ、そんなことないもん。それはクモリンのを食べてからね。僕のはこれ、クモリンの食べてびっくり偽物たこ焼き。偽物？普通のたこ焼きに見えるけど。早く食べてみて。つくもどうしたの？甘い。これシュークリームでできてるのね。見た目はたこ焼きだけど甘いんだよ。偽物ってそういうこと？クモリン天才です。美味しかった。
二人ともとっても上手にできたわね。どっちの勝ちか決めなきゃいけないんだけど、この勝負引き分け。ねえ二人とも、美味しいたこ焼きを作れる人が二人もいるんだから、喧嘩しないでたこ焼きパーティーにしましょうよ。たこ焼きパーティーする。僕たこ焼きいっぱい食べる。あ、くもりんばっかりずるい。みんなもたこ焼き食べたくなった？食べたくなった子はグッドボタン。くもりんのたこ焼き教室、甘いたこ焼きを作っちゃおう。用意するものはこれ。プチシューにチョコレート、それから抹茶。プチシューを溶かしたチョコにつけたら船に乗せよう。上からホワイトチョコをマヨネーズみたいにかけてね。最後に抹茶をパラパラしたら完成。どう？コモリンの偽物たこ焼き、食べてびっくり甘いたこ焼きだよ。みんなもお家で作ってみてね。作った子は写真を撮ってインスタやツイッターにあげてみよう。僕たちからいいねが来るかも。待ってます。やっほー、くもりんだよ。さんさんだよ。家族やお友達と一緒に楽しんでみてね。くもりん、そろそろ遊びに行こう。はい。次は家の中で遊びたいな。あれ？ピエン。あれあれ？ピエン。あれあれあれ？ピエン。あれれれれれれれ。あ、あそこにいるのはピエン。ピエンが見えたお友達はグッドボタンを押してね。サンサンキッズのグッズ売ってるよ。下の概要欄見てね。どうしてクモリンたちのお家にピエンがいるの？もしかしてお家を乗っ取られた？クモリン落ち着いて。とにかく中に入ってみようよ。お邪魔します。では、靴の周りにピエンが大量発生してる。綺麗な靴を揃えられてないなんて。ピエン、ほんとだ、こんなに散らかってたら中に入れないよ。クモリン天才だから綺麗に揃えられるもんね。右と左を揃えて、ありがとう。あれ、ピエンたちがいなくなってる。どこに行ったのかな。もしかして家の中をきれいにしていけばピエンはいなくなる？そうと決まれば早速お掃除&お片付けやっていきます。そうだね。じゃあ次はトイレに行ってみよう。きれいにトイレを使えないなんて。ピエン、うわー、確かにこれは汚い。よし、早速きれいにしちゃうもんね。スリッパを揃えて、便座を拭いて、じゃーん、ピッカピカ。ピエンたちもいなくなったね。もうちょっとで家を取り戻せそう。この調子できれいにしていこう。最後はここか。きれいにお片付けできないなんて。ピエン、お菓子のゴミやおもちゃがたくさん。僕、お片付けしないで遊びに行っちゃった。大丈夫、今から一緒に片付けようよ。うん、ありがとう、サンサン。僕、お片付けは苦手だけど、綺麗にするってとっても気持ちがいい。そうだね、とっても気持ちがいいから、みんなもお片付けやお掃除をしてみてね。うん、ピッカピカ。ピエンたちもいなくなったし、家の中は綺麗だし、もう最高。あれ、あの後ろ姿はピエン。ピエン、綺麗になったはずなのに。どうしたのかな、もしかして一緒に遊びたいのかな。一緒に遊んでくれないと。ピエン、なんだそんなことか。ピエンのおかげで家の中も綺麗になったし、みんなで一緒に遊ぼうよ。ありがとう、嬉しい。ピエン、せっかく綺麗になったから家の中で遊ぼっか。これからも遊んだ後はお片付けします。ここは最強の赤ちゃんが支配する、おー、危険な刑務所。絶対に脱獄するんだ。僕たち刑務所に閉じ込められちゃったんだ。僕はちゃんとお片付けしなかった罪で、
け。僕は歯磨きしないで寝ちゃったざいだね。なんで自慢げ。でもそれで懲役300年なんて絶対おかしいよ。僕もパンじゃなくてバナナ食べたいな。よし、脱獄しちゃおう。どうしよう。サンサンキッズのグッズ売ってるよ。下の概要欄見てね。でもどうやって？そうだ、あの鍵を僕が取るから、クモリンは監視を引きつけて。そのよだれかけ生かしてる。クモリンその調子。その帽子もかっこいいし、帽もスタイリッシュでいいよね。あとは、あ、鍵もチャーミングで素敵。もうクモリンのせいでもっと強力なセキュリティの部屋になっちゃった。ごめんごめん。でも僕脱獄諦めない。そうだね、僕も頑張らなきゃ。ここは鍵じゃなくてパスワードで扉が開くんだって。じゃあどこかにヒントがあるかも。あ、見て見て、今何か落ちたよ。うんぬぬぬぬぬ、取れた。クモリンナイス。何が書いてあるのかな。何のに倒したタブリ。これパスワードだよ。倒したさんは何だろう。みんなはわかる？倒したぶり、倒したぶり、倒したぶり、倒したぶり。たがいっぱいで言いづらいですな。たが、はい、そうか、たぬきはたを抜かすってことだよ。え、どういうこと？つまり倒したたぶりからたを取るとおしゃぶり。あ、開いた。この調子で早く脱獄しよう。クモリン危ない。なにこれ。これは赤外線のセンサーだよ。センサーに当たると警報が鳴って脱獄がバレちゃうよ。そんな。でも慎重に行けば大丈夫。そーっとそーっと、狭いけど、よいしょ。ほらね、通れたでしょ。すごい、僕もやってみる。うまい。あ、これはバナナだ。あー、愛しのバナナちゃん、やったー。あた、ぴょん。やー、監視が。クモリン逃げないと。待って、よし。おい、クモリン後ろ。やー、助けてー。あ、行き止まりだ。もう逃げられないよ。でも僕は絶対に脱獄する。キスで竹串と羽をくっつけて、そ
こに接着剤もつけて乾かします。クモリン、それ意味ある？乾いた。早っ。そしたら秘密兵器、輪ゴムを3本使うよ。輪ゴムを竹串にこんな風に結んで、その輪ゴムにさらに輪ゴムを同じように結んでいくよ。一本の紐みたいになった。それを前に作った三角の切れ込みに引っ掛けたら船の完成。竹串を回して水の上に置くと、うわ、パタパタ進んでる。あとは好きにデコレーションしてみてね。できた。炭酸丸。おー、よし、僕だって負けないぞ。僕だって。あ、みんなも作ってみてね。ツイッター、インスタグラムに載せてね。よーい、ドン。あ、クモリン、ずるい。そうだ、船からまた遅刻。クモリン。今日のお絵かき。